皆さんいかがお過ごしですか。藤井隆です。この前ですね、2月7日にこの番組の最初のゲストで来てくれたね、 ARB の、ドラムスのキースの、生誕祭ライブ、69歳のバースデーライブに、ゲストで呼ばれて歌ってきました。で、今回は、今回とその2回に分けて、その時の模様をですね、ぜひ皆さんに楽しんでもらいたいと思ってます。それではまず見てください。 Let's enjoy。 OK、 それではまたボーカリストを紹介します。俺はちょっと一旦引っ込めます。MM バンドの藤隆。本当にね、キース誕生日おめでとうございます。いや、俺のほらもう先輩の誕生日なんで、俺だけ今日はちょっとタキシードで来たんだけど、さあ、さっさと歌いたいなと思いますけどね。じゃあそういうことで何曲か、ARB を歌います。よろしくお願いします。俺らの愛、暗いビルの谷間で、あの子に愛や届けと、月に届けてる。狭い箱に入れられ。鎖につながれて、おいらと同じ月を見て涙流すのか。吠えろお前も喉が裂けるほど、そしたら今すぐ連れ出す。吠えろお前も悲しいほどに、野良犬もそんなに悪くない。いつも話し相手は壁に映る影さ、いつかは鎖ちぎり捨て奪って逃げてやる。吠えろお前も牙を向けてやれ、そして今すぐ駆け出せ。吠えろお前も悲しいほどに、いつでもおいらの胸に来い。吠えろお前も喉が裂けるほど、そしたら今すぐ連れ出す。吠えろお前も悲しいほどに、野良犬もそんなに悪くない。ありがとう。オーライ、ラストナンバーです。 OK。夜中にキスがレイトなベルが鳴り出す。いつかのヒッチコックの映画のような、
者は明かしっぱなしで泡だらけ、受話器取ったら高い声、あいつがロマンティックに話し出すけど、朝からサンドウィッチだけの腹になる、働きっぱなしで風だらけ、夢を見ている暇もない、 No 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 no、 あいつと楽しむのは No 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 no、 いつも夜が終わる頃、雨ならタップダンスも楽しくなるが、夜明けのチークダンスが煩わしくて、タバコつけっぱなしで灰だらけ、同じレコード繰り返す、 No 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 no、 あいつと楽しむのはNo no 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 no, いつも夜が終わる頃、テレビのニュースキャスターは渋い顔で、事件をダイナミックに語り出すけど、シャワー出しっぱなしで泡だらけ、夢を忘れる夜がある、 No 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 no, あいつと楽しむのは No 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 no, いつも夜が終わる頃、あいつと楽しむのは Nocturne、 いつも夜が終わる頃、 Nocturne 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 Nocturne、本当にキースもね非常に喜んでくれて、でまたバンドのメンバーに原田健太が、ギターで参加してくれたりとか、ギターの近藤君とか、ベースの勝地も非常に良くてですね、まあ、俺自身が本当にそのフォーリズムのスタイル、まあ、ストーンズスタイルだよね、ツーギターにベースとドラム、もうそれが一番やっぱり自分のなんか表現もしやすい何とかな、組み方なんでね、非常にまた良かったんですけど、まああれだね、最近また思うのはですね、まああれすごくやっぱ大事な部分というか、ところはね、間っていうかね、間ってわかる、やっぱり俺日本人の好きな間ね、要するにお茶の世界でもさ、お花の世界でもさ、まあその落語の世界でもね、ちょっとした本当にその間ってすごい大事じゃないですか。だからそれをね、最近すごくやっぱロックバンドの中でもすごい感じるんですよ。で今回はだから非常に一人一人の、まあ、キースと俺の間もなんかすごく合ってきて、でみんなの感じの間もすごい良かったかなと、自分で感じたんだけど、で非常に俺自身も本当に楽しく気持ちよく歌わせてもらって、まあ、それが皆さんに伝わればなと思ってますけど、まあ、そしてARB っていうとね、やっぱり俺自身がその19歳ぐらいの時にやっぱりよく見に行った本当に日本を代表するね、素敵なロックバンドだね。でその曲を今この年になってさ、やっぱり歌えること、
まあ、歌うってやっぱその人生のタイミングってあるじゃないですか。だからそれがまあ何とも言えない、なんかその自分自身の何とかな、そのなんかいろんなその思いっていうか、まあ、ここまでやってきてよかったなとかね。でこれをまたどん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 あの継続して、またあのこういうイベントもまあ、特に今年なんかはあのこれからそのまあ、ね、春その夏に向かってたくさんできるんじゃないかなみたいなね、そんなことも考えたりしてますんで、まあ、ぜひあのこの番組をいつも本当に楽しんで見ていただいている皆さんと共にですね、またあの俺自身も楽しくなんかいろいろその夢の続きを追っかけていきたいなと思ってますんで、まあ、そんな感じでね、次週もまた同じこのキリストのやった生誕祭のまあライブ動画を見ていただくと思いますけども、まあ今回はこれにてまた会いましょう。